タンタカタンタンタン、ボンジュー。9月に入りましたが、まだまだ暑いですね。皆さん、体調はいかがですか？私たち、タカ町の元気もりもり3人組はいつでも元気いっぱい。それでは、9月のイベント情報などをお伝えします。最初の話題です。9月18日土曜日、19日日曜日、敬老の日20日月曜日の3日間、エアレーベン八千代で敬老の日に合わせてイベントを開催します。その名も、八千代つながるマルシェ。マルシェって何って？マルシェっていうのはね、フランス語で市場っていう意味なんだよ。外国の市場を想像してみて。楽しそうでしょ？そんなわけで、私たちフランス人みたいになってみました。イベント当日は野菜のマルシェをはじめ、お米や焼き菓子の販売、紙芝居やボールすくいなど、大人の方からお子さんまで楽しんでいただける内容となっています。ぜひ遊びに来てくださいね。時間は午前10時から午後3時までとなっています。はるちゃんも当日会場にいるので、会いに来てくださいね。たくさんの方にお会いできるのを楽しみにしています。出会ったら気軽に声をかけてくださいね。なお、緊急事態宣言延長などでマルシェが延期もしくは中止になる可能性もあります。詳しくは多可町地域商社楽までご連絡ください。次の話題です。第32回全国おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展展覧会が開催されます。毎年敬老の日に合わせて開催されるおじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展の入選作品と町内の子どもたちの作品が、9月18日土曜日から9月20日月曜日敬老の日まで、ガルテン八千代体育館で展示されます。この展覧会では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用と受付でのお名前、ご住所、連絡先のご記入をお願いします。今回もすべての応募作品を10月1日金曜日から10月31日日曜日の1ヶ月間、ウェブ展示、インターネットで見ることができますので、ぜひご覧くださいね。なお、絵画展展覧会については緊急事態宣言が延長された場合など、状況によっては中止となる場合がありますので、詳しくは教育委員会子ども未来課までご連絡ください。最後の話題です。好評いただいている多可町地域振興プレミアム付き商品券とキャッシュレス決済 PayPay の心高ぶる多可町、最大 20% が戻ってくるお得なポイント還元キャンペーンについてです。多可町地域振興プレミアム付き商品券のご利用期間は9月28日火曜日まで。また PayPay のキャンペーンは9月30日木曜日までとなっていますので、ご了承ください。今月のタンタカタンタンインフォメーションいかがでしたか？フランス人になりきってお伝えしました。秋が近づき、おいしい食べ物もいっぱい出てきましたね。そんなおいしいものをいっぱい食べようと思っている食いしん坊の3人組です。皆さん、おいしいものをいっぱい食べて新型コロナウイルスを吹っ飛ばしてくださいね。タカ坊、フーコとハルちゃんでした。また来月。バイバーイ。